どうも皆さん、こんにちは。イサクトです。よし、じゃあ前回の続きやっていこうと思います。まあ、前回ね、エアリスがまあ神羅に捕まったのか、自ら行ったのか、まあ取引だね。多分取引って単語がキーワードだと思うんだけど、まあとりあえず神羅側にいると。だからまあ救出も行くんだけど、その前にちょっと7番街にね、行くとこだ。7番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれが。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。さすが古代種だ。深い意味はねえよ。なんか古代種って言い方すげえ嫌なんだけど、なんか差別じゃないけどね、あるよね。すごく嫌だ。あそこだ。ああ、でもこっちってあれだよね。最初エアリスと通ってったとこだよね、むしろ。またあれやんのか。そっか、ちょっと大変だな。なんか、結構長かった印象あんだよね、あそこ。まあしょうがねえ、行くしかねえもんな。さっさと抜けちまうぞ。マジか、ゴロツキ。片付けるぞ。うわ、いるじゃん。あ、しかも、こいつら名前がついてるやつじゃん。だるいな。あ、名前ついてないか。ただの、モブか。モブならもう一瞬よ。はい、オッケー。カウンター。うわー、それはだれ。いや、助かった。そうか、動けなくしてくるやつをやってくんのか。だるいね、それは。えいより、当然のケース。ちょっと回復するか。オッケー、行こう。うわ、まだいるね。こいつらが名前ついてるやつ。待て待て、なんかこいつでかいのいるぞ。なにこれ、なにこれ。知り合いか。まあそうだね、知り合いっちゃ知り合いだもんな。グレイバー、やばい、ちょっと早く倒さないと。隙をつく、ここまで。オッケー、ブレイバー。こいつ何、このでかいの。初めて戦うね。バーストスラッシュ、いって。何それ、何それ、何その持ち上げられる技。知らないな。ちょっと待ってよ、ティファー。ハーイカサンダー、ナイス。あー、これちょっとやばいな。回復。いや、バレットだな。バレットゲージがねえのか。じゃあ、ハイパーポーションを食らうで。危ねえ。回復しよう。ちょっと待って、やばいな。オッケー、ファーストスラッシュ終わり。オッケー、あとはこいつだけだ。覚悟はいいか。ふざけんな、話せ。オッケー、フレイバー。いや、勝てえな。それより、よし、もうちょっとだ。まさかここを2回も通る羽目になるとは。こっちから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。
来ててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。で、こっから入っていくんだもんね。そしたらこの穴ね、前にティファじゃねえや、エアリスが教えてくれたやつだね。あ、こんなんなってたんだ。へえ。いや、また下水色みたいな感じか。お、意外と整備されてんじゃん。なんだなんだ。こっから這い上がるぞ。そうだね、ビックスたちを、ビックスとジェシーを連れて帰るんだ。ようやくまともな空気がする。ちょっとバイオハザードみたいなんだけど。何この揺れ。ほら、あともうちょっとだ。すぐそこが6番街だからさ。うわ、お母さん。いや、ちょっとその単語響くわ、子供の。うわ、まあそうだよね。うわ、つら。またか。さっきよりも近いか。いや、つらい思いをしてるのは俺たちだけじゃなかったな。助けが必要なやつもいねえか。うん、7番が戻ってきた。いや、もう焼け野原だな、本当に。まあそれあんだけヘリも落ちてたもんね。もう少しだよ、頑張って。あ、大家さん。動かねえ。そりゃそうだろ。手伝うぜ。マルさん、あんたたち行くぞ、せーの。いや、もう一人でもね、生存者が。ありがとう。本当によく無事だったよ。これからどうするんだい。さあな、俺たちにできること見つけるさ。店へはもう行ったのかい。いや、確認してきたらどうだい。じゃあまず店だ。それから考えようぜ。道なんてないようなもんだからね。足元に気をつけていきな。いや、マーレさん見て思い出したけどさ、返事をしてくれ。あのアパートのお隣さん、あの人すごい気になるよね。どうなったんだろう。生きてんのか、それともアパートごとね潰れちゃったのか。気になるわ。そもそもあの人が誰なのかっていうのも気になるしね。どうした。意外と近かったね。ティファ。危ね。離れる。いや、でもエアリスに感謝よ。こんなとこマリンいたらもうひとたまりもないよ。あ、猫の声だ。猫だ。何？かわいい、ウェッジの猫。行ってみよう。あ、主のところに。やばい、ウェッジが大変じゃん。じゃあ行くぞ。せーの。やばい、ウェッジを助けないと。
家の中？どうしたどうした？あ、違うな。もっと先か。ここってウェッジの家？あ、あそこウェッジの家なんだ。じゃあもっと下に、瓦礫の下に。でもなんか結構ちゃんとしてない？下、スラムのさらに下があるんだ。おう、今行くからな。そこで待ってろよ。何ここ？うわ、シンラって書いてある。ウェッジ、どこにいる？あ、ウェッジ。おいや、嘘だろ。こんな時に。ウェッジすぐそこじゃん。何それ、完全に体重オーバーじゃん。何、地下実験室って。シンラは悪だよ、やっぱり。マジ？バレット操作か。障害物を破壊して進む。バレットが操作中に標準スコープが表示されるときは破壊できる。四角で破壊して進む。ふん。オッケー。ねえ、なら作るまでだ。これはこれで結構快感だね。虫か。もう虫いいよ。そうか、アビリティは使えない。シンラの施設なんだ。はあ、じゃあこいつらあれだわ。なんかシンラ、お、待って、これ全部シンラボックスじゃね？すげえすげえすげえ。マジ？気持ちよ。すげえ、気づかなかった。全部シンラボックスだ。やば。やばいやばい、超気持ちいいじゃん。あんま近寄りすぎるとダメだね。離れて。すげえ。ということはやっぱシンラが一枚噛んでるってことだろうね。あ、なんねなんねん、ネズミか。オッケー。すげえすげえ、シンラボックスがいっぱいある。これ気持ちいいな、マジで。すげえ、ハイポーション。いや、地味に助かるよそれ。モーグリメダル、いいね。近くいるとなんかパイプに当たっちゃうみたいだからな。ちょっと離れて。オッケー。あ、まだあるんだ。虫いたな、今。反対側にもあんの？あ、ないよね。あ、そうだよね。こっち側だけだね。バレットの遠距離技がすげえ便利。虫はちょっとカットなんだけどな。オッケー、虫終わり。このシンラボックス全部取りたい。すげえ、超絶気持ちいい。毒消し、MP 回復。いや、ありがてえ。こっちにもある。お、宝箱。あ、これなんもないか。なんでしょう。2000ギル。これはでかい。2000はでかいよ。で、もう一個ここだったね、今。いいねいいね。いや、これめちゃくちゃ気持ちいいわ。うわ、なんか檻あるよ。いつの間に作りやがった、こんなとこ。右でも負けっか。待って待って待って。いや、しかも結構硬いぞこいつら。そっちか。やだな。いや、これ近接ですら戦いたくないのにさ。アビリティ、お、ど根性いいじゃん。いいねいいね。いや、ダメージ弱っ。あとは祈り、回復。いや、ど根性いいよ、めちゃくちゃいい。オッケー。いや、これで稼いでいくしかないけど。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いけいけいけ。マジックは何にもない。アバランチは関係ない。いや、ど根性。
いけいけいけ、もうとりあえず殴れ殴れ殴れ、あとちょっとあとちょっと、オッケー、あと1体これでバースト、オッケー、リミットグレネードボム初めて見る、すごくね、めっちゃダメージ出たんだけど、ビビったビビるほどダメージ出るじゃん、うわー、やっぱ檻から出てきたんだあいつら、バレットはしご登るの不便そうだよねめっちゃこれどんだけ掘ってんだよ、うわ、なんか獣の鳴き声したし今で、ど根性、オッケーオッケー、あとドイツ、あーあとお前だけか、余裕だね、バリアいいじゃん、一定時間使える感じだし、終われ、あとちょっと、オッケー、バレットも慣れてきたね、なんかめちゃくちゃ久々使ったけど、バレット視線か、なるほどな、奥は何もない、何もないか、でここだね、反対側にもなんか進めそうな道ありそうだけど、オッケー、うわー、むしるむしる、ちょっとやだやだやだ、反対側は、反対側もいけると、なんかねアイテムとか取り忘れたら嫌だからね、やっぱりあったね、アイテム、あとはないね、ヒール超か、おお何それ、ちょっと見てみよう、ヒール超過バレット、ここかな、ヒール超過、これだ、回復高度の効果が上がります、ほう、まあいいかな別に、ヒールってそっちか、悪役ほ、悪役の方かと思ったけど、で虫か、暴れがいがある、やだな虫、暴れがいがある、おいまた虫いんのかよ、ちょっと虫やだな、オッケーオッケーオッケー、でかいでかいでかい、これあの辺はね余裕よ、で換気扇を壊す、ほうほうほう、なるほど、ああ完全には壊さないか、そうだね、神羅に支配されてるね、ここはクラウドとティファは大丈夫なのか、あ、バレット反対側にいた、無事か、そうでもないみたい、どこかに巣があるはず、そっちをお願い、おいマジかよ、完全ボスいるじゃん、狙うぜ、巣ってどれだろう、バルヤで、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 これ、あ、違うわ、あれ、ど、あ、そこか、巣ってどれだろう、いや絶対女王みたいなやついるよね、ティファと合流、クラウドどこ行った、クラウド、まあ、あいつなら大丈夫だろう、ほっとこいつらを片付けんぞ、そんなもんよ、あいつ硬いな、ちょっとケイ、怪我はねえか、うん大丈夫、よしまずはウェッジだ、そうだね、ウェッジだよ、ウェッジ、で止めて先に進め、あれここは何もないの、あただの行き止まりか、こっちだな、オッケー、オッケー、で先に進む、あれこっちも正解じゃないの、あれどっち行ったらええの、あれわかんねえな、え迷子なんだが、
もう一個あったのか。ここか。真ん中が正解ね。オッケー。ずっとこんな風に移動してきたの？まあな。うわ、ワンちゃん。俺らしいだろ。ど根性。どうだ。でティファはオーバードライブ。助かれ、ナイスティファ。でかっ。じゃあね。オッケー。マテリア欲しい。あ、壊せんだ。やった。こっちだな。で新ラボックス。何マテリア？霊気か。まあお金になるしな。でここも壊せる。ここはアイテムだけか。なんもないのかよボックス。エーテルターボはいいね。ありがたいね。クラウドはクラウド。お、どこが壊せる？あ、ここ。あ、マテリア、青いマテリアがある。青いマテリアはね結構優秀なはず、なんかイメージ的に。お、ハイパーポーションでかいでかい。さあ何マテリア？耐性か。2個目だね、耐性もらったの。あ、じゃあつけようよバレットに。耐性で、バリアか。デバリア、あ、これこの辺使いたいね。回復、蘇生、蘇生を抜いて、まあ消滅とバリア一旦抜いて、耐性、なんか毒さっき結構食らってたからな。毒つけたいけど、あ、クラウドがつけてんのか。なんかさ、なんかさ、なんかね、なんか合わせられるやつないかな。毒、時間、封じ、あ、消滅と合わせられるよ。即死、へえ。もうちょっと合わせるか、じゃあ。で、ここにはバリア、こっちか。オッケー、いいね、いいね。耐性はね強いよね、あれすごいいいと思う。向こうになんかなさそうだったなかったなかった。上に行こう。かなり登ってきたな。そうね。うわ、ま、おいっす、おい、マジかよ。まあ、とりあえずそうだね、この辺の、やばい、なんかこう、あれの近くはちょっと痛くないな。でもとりあえずあのちっちゃいのから倒して、うわーい、ど根性。あ、でももう全部倒したね。 OK、 カッターマン、アバランチ魂。 OK、 アバランチ魂習得した。やばいやばいやばい、ちょっと強え強え強え。よし、やっと終わるぞ。長かった、こいつ。早く終われもう。よっしゃ、負けるわけがねえ。だるいな。でどっちに進む？あれあれあれ、だって今こっから上がってきた。そう、上がってきたから、なんか今度差があったね。下がる場所が見にくいな。無事だといいんだけど。いや本当だよ。心配いらねえ。あいつはとんでもなく頑丈だ。今頃いびきをかいて眠ってるぞ。いや気になるよウェッジ。いっぱい食べさせてあげよう。そこ、ほら、だこい。よっしゃ。オッケー、ど根性。うわ、やべやべやべ、こいつだりんだよな。そうだね、とりあえずいい。 OKOKOK、 ナイス、回復。キモいよねこいつ、なんかナイス。 OK、 でティファオーバードライブ。強いねティファ。大きい。ウェッジ、もうこんなもんよ。じゃあね、止めた。オッケー。じゃ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 。油断も隙もねえ。
おっしゃ、一旦休憩ポイントだ。